はい、こんにちは。車買い取り専門店ジェバーカシエンでございます。今日はね、EK ワゴンのカスタムですね。はい、ちょっと見ていきましょうか。これはね、そんなに傷って細かい傷はありますけども、大きなへこみとかそういうのはないですね。お色が赤ですね、レッド。まあただね、これ結構いい色だと思いますよ。赤かじゃなくて、ちょっとワインかかったような感じの色かな。どっちかさ、ちょっとまあ見る人によってはね変わるかもしれないですけど、で一応これ多分ね LED の、玉をね入れてるんだと思うんですね、社外品をね。で上は多分 LED だと思うんですよね。でこの辺もね社外品をちょっと入れてるみたいです。まあ、ちょっと男性の方がね乗られてたんですけども、まあこういったちょっとね、少しまたカスタムっていうか、まあそんなことをしようと思います。で、ね、傷の方がね、ここからバンバンちょっとここね少し傷が少しだけねちょん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 とありますね。下のほら、まあ、この辺とかもねちょっと傷あるけど、これさ、まあねない方がねあんまりちょっと不思議だと思うんで、あとこの辺もちょっとね、ちょ本当にもうよ、僕が今指摘しなければわからない程度の細かい傷がついてます。あとはね、どこだったっけかな、今ね雪降ってて寒いんです。もう信じられない。もうなんか今年はこの辺もねちょこちょこちょこっと雪、あの雪ちょっと傷があります。もう今年は雪が多いですね。神戸あんまり降らないんですけどね。よいしょ。まあそんなとこ、まあ、この辺もちょっと傷か。あでも違うな、あこの辺は落ちるな。ここはちょっと傷ですね。こういうところもそうかな。まあでも本当にそんなに大した傷ではないです。ね、ワックスのね拭き残しが結構あるんですよね。まあ、ちょっと内装ね後ろからちょっと見ちゃいましょうか。でこのシートはこれワンタッチでポンポンとこうなりますんで、それで両手でね、まあ僕はまあ手が大きいからね、あそこはちっちゃいけど、女性の方ですいません、あのこんな感じでね、元に戻せますんで、まああのそんなにあのめちゃ大変なことではないと思います。で後ろから見た前の席です。でね、これ洗車も内外装ね洗車してません。ちょっとね前の方の匂いが少し残ってるんですけどね、なんとかちょっと気にしようかなと、匂いもねなくすように頑張ろうかなと思ってます。距離51628キロです。でなんだこれ、ナビゲーションで、でこれ今ちょっと意味がわからないんですけど、一応チレジデジタルチレジテレビ付きです。それとなんかわからないけど iPad とか USB とかなんかいろいろあるみたいですね。はい、その他って何があるんですかね。Bluetooth もついてます。まあ、ハンズフリーでねできますね。はい、そんな感じです。で、オートエアコンです。もう寒くて、でこれがね一応これあのそのままあの連動します。はい、こんな感じで、ね、連動されてます。それとこれはもう追従かな、多分カメラついてるんで、もうちょっとそこ どこまでやれるのかわからないですけど、まあ、多分お客様も用意してると思いますんで、はい、その辺はねまた教えてください。よいしょ。ライトニングストップの、スイッチと、あと輪郭ミラー操作ですね。あとシートヒーターついてますね。あとこれオートあれですね、あのアップライトのあれがついてるんですね。 ETC もちろんついてます。で、プッシュスタートです。ね今ね何時だろう、今3時10分なんですけどね、朝から何も食べてないんですよね。もうさすがにちょっとお腹すきました。でジュースホルダーねここについてます。ちょっと僕今全然画面が反射して見えてないんですけどね。でシートですね、運転席です。でねまた男性乗ったんですけど、結構綺麗好きの方みたいで、そんなになんかあの汚いっていうことはないです。はい、ちょっとこれはね今あの中に
インテリキが入ってないんでね、蛍光灯が鳴ってるだけですので、特に心配いりませんので、こんな感じです。エンジンルームちょっと行ってみたいと思います。今日は本当に寒い、まあ、今日はっていうか今日もですけどね、まあ、最近本当寒いですね。今年はすごい寒いですね。はい、エンジンオンです。ちょっとこのね、ボンネットのこの留め具がね、ちょっと外れちゃったよね、壊れちゃってるんでね、はい、でさっきのあのライトの中のね、LED とこれが配線ですね。はい、でホーンもね、ついてます。で、上にね、カメラついてます。あと、そうだ、6年のね、9月まで車検があります。それと、ごめんなさい、忘れてました。これね、ここでやるんじゃなくて、こっちですね、ミラーの方にR&Bモニター入りますんで、ちょっと見にくいんですけどね、まあ何よりはマシかなっていうような感じになります。まあそんな感じかな。あとは特にご紹介するところはね、ないと思いますんで、まあこちらもね、明日明後日ぐらいに掃除して、まあ、早ければね、もう今週にはオークション持ってく予定になりますんでね、はい、ルーフみたいな感じですね。ルーフです。ルーフスポイラーもついてるからね、はい、カスタムですからやっぱかっこいいですね。そんな感じです。まあ綺麗なね、赤ですから、乗っててもね、ご満足いただけるんじゃないかなと思います。さあね、今日は平成29年式、EK ワゴンのカスタムの T になります。この動画少しでもね、良ければ、いいねボタンお願いします。また、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。そしたら、車買い取り専門店 J バー監視店です。電話番号0789393070です。カーセンサーとグーサーね、乗っけますんで、そちらからフリーダイヤルでも、大丈夫ですので、で私の携帯の方にね、つながるようになってますんで、お問い合わせの方お待ちしております。車検が長い、EK ワゴンいかがでしょうか。失礼いたします。